はいどうも、ルーゲーム TV のルーでございます。韓国版セブンナイツやっていきたいと思います。はい、昨日分かんなかったこと、アップデート後の情報で分かんなかったことが少し教えていただいて分かったので、ちょっと見ていきたいと思います。これですね、母の日プレゼントかな、ここら辺のアイテムと交換できるということですね。これで SP よっ、お、2個。いいね。これ、超越の石が入ってるかもしれないんだ。で、ここら辺は多分、そうだね。種類が2種類あるみたいですね。お、確定を選べるんだ。どっちかな。臨床が欲しいんだよな。よっ、結構臨床、なんかスタンダードな臨床が足りなかったりするんですよね。PV 装備か。PV いいよね。ほぼやらないのでね。なんとも言えませんが。魔法武器かな。で、クリティカル。よいしょ。私の弓は114。この辺もそうか。あ、なるほど。これに作り替えることもできるんだ。はいはい。昇級させることもできるんだ。とりあえず昇級させるか。高いやつから先に確保していきましょう。交換制限がね、あるやつもあるんで。韓国版やってる人はもう、当然のように知ってるか。情報サイトありますもんね。俺が全然知らないだけなんですよね。よし、超越の石が来れば、これ選択かな？そう、おお、選択だ。俺は超越の石が欲しい。よし、OK。え、これはルーアじゃないよな。これ宝石だよね、普通の。なんでこれも高いやつなんだろうね。これは普通の専用装備かな。まあでもちょっといっぱい手に入るんでね、頑張ろう。まあこれもね、素材にしていこう。で、覚醒アスド鉱石。
地味に嬉しいんだよね、覚醒や速度鋼鉄とか。やっぱり育てきれてないんですよね。5個ももらえんだ。これ後でもらっとこう。ちょっと時間かかるから。で、今日やりたいのは、ちょっと待ってね。まあいいか、これ後で。ルビーもらえないしね。ルビーがね、552個溜まりましたので、あと1回。あと1回で、星4召喚券、朝、50回になるんで、やっていきましょうか。はい。お、しかも、A ランク。まあ、多分回すことないと思うからね、A ランクで受け取っていいと思うんですけど。お、はい、アキラ。あ、そう、初めて、二問やり。はい、ジェイブ。ジェイブ、貫突してるわ。あ、ノホア出た。ラッキー。ノホアね、レアキャラなんですよ。しかも星6で出た。超ラッキー。ノホアね、ほんと PV でめっちゃ役に立つんでね。ヒットポイント1位にしてくれるんで。よし、受け取ろう、A で。よいしょ。多分もうガチャはしばらく回さないんでね。韓国版セブンナイツの、韓国版ナイツのガチャ嫌いなんで、俺。お、また200個もらえた。A ランク、A ランク。へい！レイチェル！貫突してます。よっしゃ。いたー！ヤッホー！ウゲッチュー！ほんとこの剣どういう仕組みなんだろうね。あとはね、これを育てるだけですよ。まあ今日育てられるかって言われるとちょっとわかんないけど。万能型か。なるほどね。万能型か。つけるのは多分余裕だろうけどね、レベルがね、レベリングがね、すぐにはできないからな。回りゃいいんだけどね、そんなところみんなに見てもらってもしょうがないんでね。まあこれでね、星読んでランク上げ待ちのね SP がだいぶ増えてきたんで、これを一気に育成してね、一気に育成して、まあ売るなりして、まあ虹の元素も少し増えてきたんで、またねそれをうまく利用して、潜在解放ねしていきたいなと思います。ただカイルが全然足んないね。カイル欲しいね。カイル恐ろしいの、韓国版ね、最初手に入れた時ロックされてないんですよね。どこにいんだろう。星6まで上げれば、40になるはずなんで、頑張ってあげなきゃ。もしかしてまだボックスにいんのかな。あれ、いない。え、幻だった。俺が手に入れたと思ってたものはいつ手に入れたと思っていたってやつ。
俺でもプラス5にしたもんね。あーだビビった。よかったよ。印象欲しいな。あ、あるルビー買おうか。ゲット。いいね、神々しいね。オーケー。あー、今日はね短いけどこんなところで終わりにしたいと思います。というわけで、ルーゲーム TV のルーでございました。次回はね、あのレベル上げてレベル40にね、増しときたいなと思います。巫女とか神楽とかね。はい、では今日もルーテゲーム TV 見に来てくれてありがとうございます。じゃあね。